ふふ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 ふてか不法侵入、帰って。手土産だってちゃんと持ってきたぜ、うん、はい、妹ちゃんたちに駅前のプディ、うん、どうぞお入りください。お前本当に俺のこと嫌いだな。いいけど、お邪魔します。てか結構頻繁にうち来るけどいいの？家の人とか。あー、いいのいいの、うち放任主義ってやつだから。あっそ、じゃあ早速だけどこれよろしく。じゃがいもと人参？なんだよこれ。今日の夕飯手伝いに来たんでしょ。皮むいて一口大に切っておいて。僕洗濯と風呂掃除してくるから。え、一口だ大？おい俺やったことねえよ。頑張れ。くっそ、岩崎の野郎、やってやろうじゃねえか。あった、なんだこれ、滑る。てかこの穴何、これどうやって取んの。おい岩崎、人参色変わんなすぎて剥いたかどうかわかんねえんだけど。変なやつ。こっちは片付いたけど、そっちはどうだ岩崎。粉々のじゃがいもと人参がだんだんとコツをつかんだのか、うまいこと切られていってる。最終的にハートに切ってみました。器用なんだか不器用なんだか、愛は込めておいたぞ。気持ち悪。おい失礼だろ。てか何終わった気でいるのさ。まだやることあるよ。え、野菜切って終わりなわけないでしょ、ウサギじゃないんだから。料理すんだよ料理。今日一日はウサギになるってことで。ダメ、ほら作るよ。これエプロンつけて。カレーぐらいは作ったことあるでしょ。カレーね、林間学校で作ったよな。よし、一丁やってやるぜ。わからなかったら聞いて。僕掃除機かけるからね。任せとけって。カレーって割と手間じゃん。悪を取る。悪ってなんだよ、なんか悪いやつでも入ってんのか。ああてか漢字読めねえんだけど。もう誰だよここに鍋置いたやつ。俺だ。本当に大丈夫かな。できた。やばくね、めっちゃうまくできたし。天才では。カレー失敗することなんてないしね。素直じゃねえな。うまいことできたんだから褒めろよな。はいはい、妹たち帰ってくる前にできてよかったよ。そういや妹たちどこ行ってんだ。委員会と友達の家遊びに行ってる。遅くなるし迎えに行かないと。お前ちゃんと兄ちゃんやってんだな。悪い？悪くねえよ。ってことでカレーもできたし、次は俺のお願い聞いてもらおっかな。は？お願い？世の中ギブアンドテイクっつったろ。今から配信始めっから出てもらうぜ。は？無理、やだ帰って。なんでだよ、出ろよ。お前のファン多いんだぜ。お前の写真載っけてから、チオンくん一緒にいる可愛い子は誰ですか、もっと一緒の写真くださいとかコメントもらうんだよ。いいだろ、な必死か。嫌だよそんなの、めんどくさ。再生されれば金が入るぞ。やる。そう来なくっちゃな。応援ポイントも入れてくれるユーザーいるから、それも金になるんだぜ。ちょっと何グズグズしてるの、早く始めて。おう、目指せ100万。それはどうかな。で
僕は何すればいいの？いや、前のめりか。じゃあまずは、このカレー持ってもらって。はぁ、疲れた。ちょっと、何？いや、ユーザーからお願いされたからとはいえ、まさかお前が、あんな可愛いセリフ言うとは。うっさい、忘れろ。笑った。また配信しようぜ、ほまれちゃん。二度としない。俺も家事手伝いに来るからさ。頼んでなくても来るくせに。まあ勝手に来たらこき使うけど。おお、俺だってお前の顔面使わせてもらうからいいぜ。はいはい。ほら、妹たち迎えに行くよ。はいよ。妹たちカレー喜ぶんじゃね。カレー大好物だからね。だよな。そういや、ソータンちってしょっちゅうカレーらしいぜ。